はい、今日はですね、オーディオのプラグインがですね、6月末までのセールが多いので、ちょっと最終的に決めていきたいと思います。で、今が3プラス1をカートに前まで入れてたんですけど、ちょっと足りないなと思って、6プラス2ですね。まあ、8プラグインが699ドルかな。っていうのを、まあ、選んでいこうと思うんですけれども、これですね、アンタレスのオートチューンリアルタイムアドバンスなんですけど、これをどうするかなんですよね。このオートチューンアクセスっていうのは持ってるんですけども、アドバンスとの違いを知りたいんだな。まあ、この辺がね、アクセスのノーマル版よりも多機能っていうことなんですけど、まあ、使った感じ、アクセスで十分かなっていう気もしたんですけどね。うん。これですね。大幅に機能が簡素化され、キーとスケールの設定。これか。キーとスケールの設定と3段階のリチューンスピード。これですね。と2段階のヒューマナイズ。うん。ターゲットノート。ああ、これか。どうかな。まあ、いらんちゃいらんかな。まあね、ボックスはね、これいいですよね。で、ちょっと、一旦スルーして、キャピタルチャンバースは欲しいっちゃ欲しいかな。これちょっと気になるんですけどね。で、エンピリカルラブスは欲しいのと、ギャラクシーテープエコー、これどうしようかな。このですね、スリープフリークさんの記事が、投稿が結構わかりやすいので、このオキサイドテープエコーね、これなんか深みが増すっていうか、これいいですよね。で、これもいいですね。ピュアプレートリバーブ。で、これ最後の、これがどうか。まあ、枠が余ってたらこれ入れたいかもしれないですね。で、これ、今も掛け取りしてるんですけど、こちらですね。この間、YouTube のコメントで教えていただいた C、スイートの C ボックス。これいいですね。これこっちスロット1のギターの掛け取りでも使ったんですけど、めっちゃいいですね。ノイズがこれだけリダクションされてて、ほぼノイズがない状態でレックできるという感じですね。しかもセールしないのか、まあ、349ドルなので、これが入れ込めるので結構いいですね。評価の高いこれか、アンペックスのテープレコーダー。まあ、ただこれトライしたことないので、ちょっと後で使ってみて考えたいと思います。チューブデックのコンプレッサー、これ欲しいですね。シャンドラリミテッドのね、この EQ も気になるんですけどね。あとこれか、コルグの。ディレイだったらこっちの方がいいのかな、どうかな。ちょっとあんまデザイン好きじゃないですけど、とコルグのあれは、ここのユニゾンでさせるんですよね。ディレイ。うん、でもあれか、あと処理の方がいいかな、ディレイは。ユニゾンで刺しちゃうと、掛け取りだけこれできるのかな、モニターだけにできるんだっけな、いや、できない気がする。ユニゾンだと掛け取りになっちゃうので、で、昨日ちょっと久々にギターを撮ったんですけど、ギターの僕エフェクトは守ってなくて、このフェンダーの55とか、マーシャルの JMP2203 と、プレクシクラシック、ぐらいしかなかったので、TS オーバードライブとかね、この辺欲しいんですよね。これも気になるけど、まあこれはいいか。これプラグインアライアンスのリンデルオーディオで手に入れたので。これか、このディストーションエッセンシャル？あ、でも僕ロー持ってるんですよね。ロー持ってて、ああ、これじゃないか。で、気になるのが6月末にニーブの 88M っていうオーディオインターフェースは本当に出るのかっていうね。出たら、この今選んでるのがほぼ無駄になるっていうか、まあ使えないので、どうしようかなっていうのがあるんですけど、ただまあ、UID プラグイン便利なんでね、まあ使うとは思うんですけどね。で、リミッターか、どうしよう。とりあえずちょっとカートに入れていきますね。プレシジョンチャンネルストリップ持ってんだ、へぇ。プレシジョンディレイ、あ、ディレイあるじゃん。これでいいんじゃない？ディレイは。使うとしたら、プレシジョンディレイ。SSL の E チャンネルストリップ。テレトロニクス。UA1476。UA610 とかですもんね。よし、ちょっとカートに入れていこう。8個選べるので、エビアビジョンチャンネルストリップ。
チューブテックのコンプレッサー、ディストレッサー、エンピカルラブス。これも結構いいんですよね。これプラグインアライアンスで僕買ったので、まあ UAD ではいいかなっていう感じですかね。で、チャンネルストリップは、まあいいか。これも気になるけど、うん。モジュレーションどうしよう。これまあどうしようかな。まあいいか。イクライザーね、なんかいろいろ持ってるんですけど、マッシュパッシブ、これめっちゃいいっすね。細かく設定できる。まあ聞きが弱いのかなっていうのも、マスタートラック的な感じでいいですね。API500 の EQ も気になるけど、まあいいかな。チューブテックの EQ 気になりますけどね。まあパルテックとほぼ同じなんでしょうけど。で、ギター系も欲しいんだけど、しようかな。ディストーション、これロー持ってるし、そんなもんか。マスタリング、このミレニアの EQ もいいですね。これプラグインアライアンスの方で買ったんですけどね。マイクモデリングね、まあこれは僕使わないので、で、キャピタルサンベース入ってるからいいとして、スペシャルプロセッシングのこれどうしようかな。オートチューンアドバンスト、まあ一回入れとこうか。うん、まあアンタレスリアルタイムアクセスはありますけど、一回入れといて、C スイート、これはもう入れますね。うん。まあこんなもんか。こっちは音源か。はいはいはい。あと2個あるんだ。で、3プラス1の4個だと、1,2,3 ちょっと足りないかな。うん。なのでこの機械に8個選んじゃおうか。フェアチャイルドも気になるけどな。うん。あとはじゃあどうしようかな。あと2個か。まあ、ギャラクシーテープエコー入れてみましょうか。これね。あとギター系かな。どうしよう。この TS オーバードライブだけ欲しいけど、まあ、ソフチューブかな。なんかプラグインアライアンスで結構前にゲットしたんですけど、M1 で動かないみたいなことで、結局はもう使ってないんですよね。だからまあ UAD であったら理想なんですけども、ベース。ああ、プレクシー。マーシャル以外がいいな。もうマーシャルは結構十分なんで。ブルースブレーカーか。まあ、この辺もちょっと試してみようかな。あとはもうこの辺ですかね。アンペックス。
アンペックステープレコーダーか。うん。このソノックスのインフレーターとかリミッターも前欲しかったんですけどね。ただ最近アイゾトープのオゾン9のマキシマイザーで、まあ、かなり満足してるので、まあ、いらないかなって感じですかね。まあ、こんなもんかな。ワープ。まあ、これでいくか、ハンペックス。UAD トップ10。この間、発表されたトップ10のね、ここにも1位がやっぱオートチューンリアルタイムアドバンストですよね。ピッチパーフェクトボーカルズ。まあただそんな完璧に補正はしてなかったんですけどね、使ったところ。うん、まあ慣れの問題かもしれないですけど。で API、 これはまあ期待できますね。ディストレッサーでこれ持ってるし、ボックスボックス持ってるし、アバロも持ってるし、これ持ってるし、でこれなんですよね。テープ系か。ヒステリック、カラフルフリクエンシー、レスポンス、リッチ、サチュレーション、エクステンション、スタンドウォームス、コヘーションって、コヘーションって何これ。粘着的な。なるほど、張り付いた感じ、コンプみたいな。はいはいはい。でこれ買うとして、これ持ってると、うん、これちょっと試してみてって感じですかね。ちょっと今回のこの音の編集で試してみたいんですけど、これが入れば8個か。うん。ってことですね。まあ、これがいらなければ、この辺、リトルラブスのボイスオブゴッドベースレゾナンス。これ気になるんでね。なんか、ない音っていうか、ローエンドをなんかいい感じに上げてくれるってやつなんですけど、そうですね、そんな感じかな。とりあえずこれ、うん、あれ、ちょっと待って、 API、ビジョンチャンネルストリップ、あ、そうそう、さっきちょっと入れちゃったんで、これ削除して、でこれが、うん、6プラス2で699ですね。まあ結構高いけど、うん、まあ重視順、これを買うかどうかですね。うん、ちょっとこのセール期間全然選べなかったんですけど、やっとここまで来ました。でただですね、あと昨日めっちゃ久々にボーカルを撮ったんですけど、まあピッチ補正やっぱりしたいと、まあ、完璧にピッチ取れるわけじゃないので、まあプロの世界でもピッチ補正やられてるってことで、まあこれね、昨日初めてちょっと使ったんですよね。まあアクセスも含めて。ただそこまで、ちょっとなんか声が変になるとこがあって、そこまで理想的じゃなかったので、で、ピッチ補正で言うとメロダインっていうのがあって、うん。まあこれなんですよね。こういう感じで波形をいじれるツールなんですけど、
で、今いくらなんだろう。で、なんかセールやってた気がするんで。で、アシスタントかな。まあ、エッセンシャルは、まあいいとして、まあエントリーモデルとして、アシスタントが結構良さそうなので、あ、使用版があるんだ。トライアルか。トライアルしてみようかな。ちょっとでも時間ないな。6月末、まあ30日で、ニューヨークタイムでしょうから、31日中に終わるのかな、多分。うん。299か。いくらなんだろう価格。うん、これセールやってなかったら高いですね。セール情報、6月30日まで、これ日付変わって6月30日になっちゃったので、はいはいはい、2.9 か。この辺がエッセンシャルとアドバンストでは違うと。そうですね。プラグインブティックで、あれ、まあとりあえずエッセンシャルでもいい気もしてきたんですけどね。どうしようかな。もう選ばないといけないな。
これですね。オーディオ MIDI 変換インスペクター、全ツール、こっちはこっちで難しいですね。どうしよう。で、ニーブの 88M は結局いつ発売するのか、僕の YouTube がね出たりするんですけど、あんまり YouTube 上げてる人いないみたいで、16万、本当かな、20万ぐらいって聞いたけど、僕円安だし、16万はやばいな、マジ？ちょっと長くなってきたな、どうしよう。これ別の投稿にしよっか。ちょっとこれやばいな。いつ発売なんだろう、結局。ちょっと待って。未定ですもんね。ちょっとなんか6月に販売開始みたいなの落ちてたけど、多分本国 US でしょうから、日本はいつになるか分かんないですよね。悩ましい。16万、ここでは 19.56 万、まだか、ちょっとわかんないな。まあいいや。はい。で、結局まあ今これだけ入れたんですけど、ドラ699って結構するので、9.5万、高いな。まあ買うのかな、本当に。
ニーブの 88M がね本当に出ちゃったら欲しくなるので、ちょっと最終、まあ、この辺検討して、あとアンタレスもメロダインの方がいいかもしれないし、ちょっと比較してみたいと思います。はい、今日はこんな感じになります。ご視聴ありがとうございました。